山形クリエイティブシティセンター91の一室。とあるアートの現場に渡辺さんは立っていた。一体何をイメージして描いてらっしゃるんでしょう。色合い的にちょっと寂しい感じもするし、でもどこか勢いのある感じもするし、出したいんだけどなんか理由があって出せない、なんかモヤモヤみたいな、自分のこう内に秘めてる思いみたいなのがなんかここでキャンパスにこうギュッて詰まってるような感じがするな。91で絵の展示を行っている作者の渡辺舞さんに作品に込めた思いを聞いてみた。人間の内面みたいなところに私は注目していて、負の経験だったり、まあ、楽しい経験だったりもそうなんですけど、全部こうそれを客観的に、まあ、後から見た時に得たものが多かったなっていうのをポジティブな意味にしてこう書き出したっていう感じです。マイナスの思いとかっていうものをプラスに絵を通して変えてらっしゃるんですね。そうですね。面白いですねありがとうございます。抽象画っていうのはこう目に見えないものを抽象的に表しているので、まあ、説明がない分ちょっと分かりにくいかなとは思うんですけど、その分こう見る人によっていろんな意味の捉え方ができるんではないかなと思って、あえてそこに挑戦してます。はい、いやいや私正直もう芸術全然わからなくて本当に初心者で。ちょっぴり芸術には疎いと話す渡辺さん。91は山形のクリエイティブな分野の拠点としてさまざまなアート教室が開かれているが、今回は渡辺さんにある教室に体験入学してもらう。ズバリここでは何をするんですか？芸術の秋ということで、改めて今日は自分を見つめ直すということで自画像を描いてもらおうかなと思います自画像、絵を描くってことですね。はい、先生、はい、私の自画像、はいはい、もう描いてます。はい、早いなと思って見てください先生。はい、はい、どうですか？はい、似てると思います。ね、髪型とかちょっとクリクリみたいな、あ、ごめんなさい、ちょっとピカしちゃって、はいはい、では今回はちょっともうちょっと、はい、本当に自分ってどういうことなんだろうかとか、もっと踏み込んだ絵画制作をしていったらなと思います。教えていただくのはこの石川教室を運営する石川拓也さん。東北芸術工科大学の洋画コースを卒業後、人物画を中心に作品制作を行っているアーティストである。鏡を見ると、はい、人がいますよね。ここにはいます。はい、私がいます。いますよね。はい、でこっちを見てください。はい、誰もいないですよね。誰もいません。こちらには人がいる、こっちはいない、こっちはいる、いない、いる、いない、いる、いない、いる。どうしたらここの中に人が現れるんだろうかっていうふうなことを考えてください。まあやってみましょう、はい、はい、正直に書いてみてください。正直に、はい、うまく書こうとか思わないでください。はい、それが一番重要だと思います。上手に書こうとかじゃないってことで、上手に書こうとしないでください。デッサンの一番大事なポイントはその言葉が持つ意味である。これ総称してどういう意味かっていうと、はい、対象を見て書く、つまり対象を見て素直な気持ちで考えて書くっていうことがすなわちデッサンでございますよっていうようなことです。はい使用するのは芯の濃さと硬さの違うデッサン用の鉛筆。芯は長めに削るのがポイントだ。私こんなに芯出したら折れちゃって、はい、親に怒られると思うんですけど、はい、こんだけ芯を長く出しておくとこう寝せてこう書いたり、こうやって立てて字を書くように書けば細かいこともできると。ただただ長いんじゃなくてちゃんと長さには意味がありました、はい、ね、そうです。はい、はい、あら、こうなんかこうやって鉛筆入れて両手持ちあ、別に両手持ちでも全然いいですよ。すごい、うん、画家っぽいところで、はい、さっきから私のことジロジロ見てますけど、はい、先生何描いてるんですか？あ、そう、渡辺さんを描いてます。まさかの、はい、私の絵、はい、嬉しい。
はい、モデルさんを雇うお金もないのであのせっかくなんでシワが増えた。なんかそういう表面しか見えないですもん。なんか、うん、ダメだ、ニキビだのシワだのクマだの、うん、あそういうのばっかり目がいってしまう今日はここかな。描き始めておよそ1時間が経過、画用紙に渡辺さんのシルエットが浮かび上がったところで、ある一つの壁にぶつかった。先生、はい、ちょっと私パーツに入ってからすごく迷ってるんですよ。特に目ってこれ鉛筆こう線で描くといいんですかね。どう描くといいんですか。どう描くかっていうよりも、はい、なんかどう認識するかっていうことがかなり重要で、この目ん玉が入るその穴ぼこあるじゃないですか、こうやって目ん玉がこう入ってて、うん、でそれに例えば筋肉であったり皮であったり上まぶたがこういうふうに入り込んで、で目尻がここにあってとかっていうふうに、そこを意識して描けば目になります。じゃあ線じゃないんだな、うん、くぼみを意識して。そう、くぼみの中に球体があるってことを認識して。じゃあまずは2時間が経過、自分の自画像に納得のいかない様子の渡辺さん。違いすぎてどうしたの？あの真剣に描きすぎてるからか、ちょっと怖い顔が浮かび上がってきて、あれこんなはずじゃなかったんだけどっていう、なんかちょっと自分の想像とは違う自分が現れてます。ちょっと行き詰まったところで、この場所91の館内をご紹介。こちらは先月オープンしたテキサスカウボーイ91店。本店で人気のハンバーガーのほか、この店舗だけの特別メニュー、無農薬野菜を使ったハンバーガーも味わえるお店だ。こういった飲食店のほかにも美容室やアパレル、工芸品などさまざまな店舗がひしめき合う魅力がたっぷり詰まったスポットなのだ。渡辺さんが絵を描く傍ら、教室の片隅で熱心に筆を走らせる子どもたち。ここ石川教室には小学生から80代までの幅広い年代の生徒が不定期に通っている。4歳から通ってます。ちょっとね、他の先生にはいない感じだ、雰囲気で、この先生だったら習いたいって言ってお願いして。なんか動物を描くのとか生き物を描くのが好きになってきた。はい、お疲れ様。 お疲れ様。頑張るね。何描いたの？あら、かわいい、うん、青空もいいね。生えてるね、青空にひまわりさんは。ここの花びらが色を変えてるっていうのがなんかすごく象徴的な感じがするんですけれども、黄色だけだと寂しいので、色とりどりのいろんな色を使ってお花を描きました。時折ここはなんかハートに見えたりするとかっていう風な、黄色の上から別のニュアンスの黄色を乗せたり、そういう仕掛けをすることによってなんか絵の面白さを上手に作られてるんじゃない。どうしたらさ、本当の目の大きさを描けるのかな。本当は絵にないよね。絵は描いたものだから、うん、本物はないと思う、うん、めちゃくちゃ面白いこと言うね、うん。絵に集中すると視界が狭くなるため、離れて見ることも大切だという。まあ目が違うのはやっぱり違うかったかって感じ、うん、どうしよう、どう直せばいいんだろう。よく見てください。うわ、もっと濃く。確かに私全然見てないな全然見てなかったです私、鏡、うん。
手の訓練じゃなくて目の訓練なので。へー、うん、手を動かしているのにですか？うん、でも一番動かしているのは頭とか目だから、うん、先ほどまで芸術は全然わからないと話していたが、鏡を見つめる表情はアーティストさながら。ランナーズハイみたいなあるじゃないですか。あ、はいはいはい、そういう、はい、今こううわーって熱中して描いてるから、なんか正直疲れっていうのはなくって、うん、むしろなんか描き続けたいみたいな、はい、た先生の絵見せてください、はい、せーの、おー、先生生きてます。およそ5時間を費やした自画像デッサンがいよいよ完成と、その前に石川先生が描いた渡辺さんを見てみよう。先生の絵見せてください、せーの、おー、すごい、先生生きてます。なんか違う違う、待って待って、私初めて自画像を描いていただいたんですよ、はい、その真剣な私の息遣いが聞こえてくるようですもん。まあ、似顔絵じゃないので、はい、似ることが目的ではないんですけれども、でもまあちゃんとモデルさんを観察して描いてるのに似てないっていうのは、まあ、ちょっとこれなんか違うかなって似てないんですか？いや似てないと思いますね。そうですか、はい、続いて渡辺さんの自画像をお披露目。せーの、じゃじゃーん、お疲れ様です。どういうことですか。まず、はい、圧倒的にいいのが、お、いいのが嬉しい、うん、やっぱ目なんですよね、はい、特にこっちいいっすよね。なんか、え、右目ですか？はい、眼球が眼腔の中にこう挟まって、そのまぶたがあるっていう風な感じにちゃんと見えるというか、嬉しい、うん、自分一人でも楽しむことができる、はい、ちょっとしたこう趣味にもなりそうだなと思って、はいはいはい、本当に新しい自分にちょっと出会えたような気がしました、うんうん、はい、なかなか触れることの少ないデッサン体験だが、よく観察することがもたらす効果は日常でも活かされるという。デッサンすることによって、もちろん自分の、まあ、制作をする方であれば制作がより一層なんか濃密なものになると思うし、うん、あとなんか他人の作品を見るときにその人の気持ちになって作品を鑑賞できると。それは例えばその絵画だけではなくて映画とかでもそうですよね。うまい下手とか関係なくやりきれたっていうので、はい、うん、はい、自分に花丸あげたいなって思いました。大変よくできました